今日のオープニングトーク、精神神経学会で、えー、私登壇してきました。でですね、えー、そこでたくさんいらっしゃる精神科を失笑させてしまったんですけれども、ちょっとそれについて、えー、ちょっとだけ報告したいと思います。はい、第119回日本精神神経学会学術総会。119回のアニュアルミーティングって書いてあるぐらいですね。 119年続くってことなんですかね。まあ、とにかくすごく、あの、歴史のある、多分日本で一番、まあ、歴史があり、しかも、あの、非常に一番大きい、えー、学会だと思います。それに、まあ、時々ですね、開、え、演、ー、なんかやってることを喋ってくれということで、えっ、ー、と、呼んでいただくことができてですね、これですね、えー。昭和大学の岩波先生、それからハートクリニック横浜の柏先生に、あの、呼んでいただいて、 野村総研の高田さん、それから、あの、新州大学の本田秀夫先生、あと、東大のですね、ギフテッド創生寄付講座の池沢先生、そして私ということでお話をしてきました。はい。で、何でですね、あの、失笑を、あの、させてしまったかっていうと,とさ、途中で、昭和大学の岩波先生から、あの、鈴木さんと、え福祉の目から見て、医者にですね、 何かこう、注文はあるかと、期待するものはあるかっていう質問を受けたんですね。あ、ありますあります,りますみたいな感じで答えたのがですね。えー、っと、実は肝炎では ASD だか ADHD だかっていう診断名でなるべく支援しないようにしていますと。まる先生が診断した ASD、まる先生が診断した ADHD というような感じで、基本的に先生ごとにですね、 診断が違うのでえ、きちんとそれを考えて支援するようにしていますと。まあ、言ったらですね、めちゃくちゃ、こう、それ言っちゃうみたいな感じで、会場が <laughs> 変な空気に包まれてしまいまして、あれ、これはやらかしてしまったと思いましたね。で、私が言いたかったのは、あの、 精神科医がみんなぐちゃぐちゃで、診断の基準がぐちゃぐちゃでですね、信じられないっていうことを言いたかったわけではない。まあ、そもそも、あの、丸抜がはっきりする診断ではなくてですね、どうしても主観とかも入るものですよね。はい。ですので、えー そのズレが、ストライクゾーンのズレがあることを別に記者じゃない立場から文句を言っているわけではないんですけれども、まあ、だからこそ先生がどういうふうに見立てて薬物療法も含む診療を行っているのかっていうのを情報交換させてくださいというのを言いたくて言い始めたらですね、どうやらその医師批判、精神回避、あの診断基準がぐちゃぐちゃじゃないかみたいなことを言ったように受け取られてしまってですね、はい、その その意図はほぼなかったんですけれども、えー、ちょっと失笑されてしまいました、えー、ここで誰も見てないと思うんですけど、お詫び差し上げます。はい。まあ、つまり逆に言うと、精神科医の先生方もですね、やっぱり診断基準っていろいろバラバラだよな、と。まあ、いろいろ ASD とか ADHD とか聞いているけれども、だけどそもそもその鑑別っていうのかな、判断基準って、まあ、人それぞれだよね、みたいな、そういう前提のもとで話を聞いてらっしゃるんだなというのも確認できて、まあ、 あの一つのまた、懲りずにですね、えーすまあ、毎年呼んでいただくようなイベントではないので、呼んでいただけるような何かあの成果を出して、えー、またあのお邪魔しようかなと思っておりますという感じです。